それでは、えー、時間とね、なりましたので、えー、ただいまより、えー、第6回、神戸発、資格障害者、雇用の未来を考える会を始めたいと思います。はい、ありがとうございます。あのー、ちょっとですね、今日ね、あの、新幹線、ま、あの、遠方から来られる方、新幹線が、ま、ちょっと風で、ちょっと遅れたりしておりまして、ちょっとあの、後ほどね、あのー、順、 はい、はい。という形になりますので、ちょっとまた、あの、行きたいと思います。はい。で、今日ですね、私の方で、ちょこ、あの、司会をさせてもらいます。えー、日本資格障害者団体連合総合相談室、相談員の、えー、毎度のこと、毎度赤堀ですと、えー、はい。はい。同じく司会を務めます、え日試練の岡田泰介でございます。あと一人。 視覚障害者就労相談人材バンク事務局、井出原です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、今年もやってまいりました11月23日、勤労感謝の日でございます。えー、このお就労フォーラム、勤労感謝の日にするということで、だいぶ定着してまいりまして、えー、今年もしも23日に開催することができました。ありがとうございます。 えー、今年のテーマ、簡単にご説明申し上げます。今年のテーマは産業医です。で実は、このフォーラムの共済団体に、ネクストビジョンが名前を連れてます。一緒にやってますんで、この産業医というテーマ、いつかやろうと言い続けて、第6回、やっと実現いたしました。そして、まあ、タイトル的には産業医との付き合い方、相談の仕方ということで、 えー、自分の執務環境を改善のために産業遺産をうまく使いましょうとうまく相談しましょうというサブタイトルになっておりますただ実際私も赤堀さんも就労相談よく受けますけども産業遺産とつながってる人あんまりおられません、えー、そのような中で今日は第一部として、えー、貴重な産業遺産と連携できて 進む環境が改善したという方々3名に事例発表を毎年のとおりインタビュー形式でさせていただきます。そして休憩を挟んで、第2部はイメージ14時30分頃からパネルディスカッションということで、このフォーラムの大きなテーマ、視覚障害者就労の現状と課題、そして未来の可能性ということを まあ、今年の産業医というテーマから掘り下げていければと思っております。まあ、長唱場となりますけれどもえ、お付き合いいただければと思います。去年は、この日は実は阪神タイガースとオリックスの優勝パレードがあったんで、心をときめいてましたけど、今年は心をときめくことがございませんが、このフォーラムで心をときめかしていただければと思っております。で、注意事項としては、今日会場の参加、関係者を含めて約50名。 でオンラインが約100、100、何人やったっけ ?50 人ぐらいかなだいたいオンラインと会場で200名近いお申し込みがございます。で会場の方、当事者の方がもしお手洗いと何か緊急の事態がありましたらあ、挙手をお願いします。でスタッフがすぐおそばに行きますんで、えー、手洗い行きたいとかおっしゃっていただければと思います。でオンラインの方は基本的にミュートになってますので、えー、もしご発言をこちらからお願いするときは、 えー、ホストの方からミュート解除のリクエストをしますので、えー、ミュートを外してお声を出していただければと。で、原則、チャットは禁止ということで、えー、本日のチャットのご利用はお控えいただきますようにお願いいたします。まあ、このようなところが注意点でございます。で、先ほど赤呂さんの方からありましたけども、ここで、 主催者の挨拶でいいですよね主催者の挨拶なんですけど、式次第に書いてあった方々、新幹線で遅れてます。ということで、えー、こちらで順番をぐちゃぐちゃと変えまして、ですね、えー、ちょっと式次第とは違う方に最初に挨拶してもらう形になりますけれども、井出原さんの方からお名前の紹介をしていただきます。はははいいいそれですいません 公益社団法人ネクストビジョン代表理事中泊智さんお願いいたしますご紹介に預かりました、えー、公益社団法人ネクストビジョンの代表理事をしております中泊と申します、えー、本日お休みのところ、えー、ご対応の中お集まりでくださいましてありがとうございます えっと、このフォーラムも始まりまして、今回が第6回ということで、えー、先ほど僕は5回と思ってたら、6回だよと言われて、どうも5回をしていたようだと指摘を受けましたけれども、えっと、そうですね、あのえー、いつもあのうちの代表理事がご挨拶をしてて、三宅要造という医学者がずっとしてたんですが、昨年から えっと、代表を私、えっ、ー、と、引き受けまして、で、昨年度は初めて、えっ、ー、と、ここでご挨拶をしたあ覚えがあります。で、えっ、ー、と、大抵、あの、私の、私たちの、えー、役どころは、会が終わった後にですね、えっ、ー、と、それに対しての感想、コメントっていうような、えー、ことだったんですが、えー、どうも風の影響で、えー、急に最初のご挨拶ということになりまして、<laughs> えー、いろいろ、えー、準備が、あの、<laughs> 間に合わずにですね、しゃれたことを言えなくてあの、5回ぐらいのことしか言えませんでしたけれども、えー、と,とにかくですね、えー、と今回の,その産業遺産のことっていうのは、もう前から私もずっと気になってたところでございまして、えー、それからあとで出てくると思うんですが、あの私どもの、えー、と仲間、えー、ネクストビジョンの副代表にですね、えー、と三宅拓というのがおりますけれども、えー、彼が、 眼科医なんですけれども産業医なんですね。で、今、どっちかというと産業医をメインに仕事をしているものです。で、彼からの話をあの毎,毎度の、まあ、毎週僕ら会議をしてるんですけど、そういったところでいろいろ聞きながら、うん、産業医さんあの、絶対必要だよなと思いつつ、それから私もあの長く、えっと、1995年から、えっと、ずっとこの視覚障害の,あの支援の。お 業界にです、ね、関わってるんですけれども、えっと眼科の診療の時にですね、そういったその就労継続とかっていった時にえっに、と、産業医さんから直接連絡をもらったりすることも、まあ、稀にはあったですでそれから、えっと、その困っていらっしゃる当事者の方をどうやって継続していったらいいかっていったとに、えー、会社の方に投げかけて、人事部の方とか産業医さんとかを病院に来ていただいて、 で、えーと、ご本人を交えた面談をするというようなことも何度かですけれども経験がございました。まあ、そういうところからもものすごく大事だとは分かってるんですけれど、なかなか表舞台に出てこないというのも、えー、と実情でございまして。で、えー、と最近、去年ですか、えー、と眼科の、えー、保険点数の中にですね、産業医さんと連携を取ると何点というのがです、ね、ついたんですね。でそれをあの 一生懸命こう PR をするんですけれど、えー、なかなかそれを活用して、えー、そういった場を設けるというような現場もまだまだ多くなってないという状況があるようなんですね。それと、えっ、ー、と、後でまた出てくると思うんですが、あの、産業医っていうと、お医者しか思い浮かばないんですけれども、保健師さんがですね、 大、えー、変素晴らしい、えー、活躍をしているというところもあるようなので、まあ、その辺もちょっと皆様、えー、注意いただきながらご覧いただけるとよろしいのではないかと思います。えーえっと、本題に早く行こうと思いますので、あの、はい、私の方からは、の <laughs> 準備もままならなかったものですから、この通りでおのご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。うん えー、中泊代表理事、突然の指名。すいません。あの、順番の変更でうまく回していただきまして、大変ありがとうございます。えー、先ほど私の方から注意事項で、えー、1点漏れておりました。本日、オンラインでですね、えー、ご参加の方で、字幕が必要な方がおいでになると聞いてましたんで、えー、こちらサイドでは字幕設定できてますので、皆さんの方の PC で、えー、字幕出るようにしていただければ、えー、出ると思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして本日のご来賓の方々、えー、事務局の井原さんの方からお名前をお呼びします。特にお返事をしていただく必要がございませんので、こちらの方で今日のご参加の方々のご来賓者のお名前を読み上げるだけでございますので、えー、お聞きください,、はい。それでは所属ごとに50音順でご紹介させていただきます。公益財財団団。法人中山資格福祉財団 常務理事、松前敦志さん。公益財団法人、中山資格福祉財団、常勤理事、松山弘明さん。参議院議員、伊藤隆江さん。衆議院議員、国土交通大臣、中野博雅さん、オンライン参加です。衆議院議員、山田健二さん、オンライン参加。 兵庫県議会議員、武雄智恵さん。以上です。ありがとうございました。ちょっと訂正があるようですので。申し訳ありません。訂正させていただきます。さっきのお二人です。 公益財団法人、中山資格福祉財団、常務理事、松山弘明さん。公益財団法人、中山資格福祉財団、常勤理事、松前敦さん。以上です。ごめんなさい。はい、ありがとうございました。えーっと と、議員の方々は毎年そうなんですけども、まあ、こういった日には複数のご公務を掛け持ちで動かれてます。で、その中で、えー、このフォーラムにも時間を合わせてご参加可能な範囲でいただいておりますんで、議員の皆様方には、つどつどお声を頂戴できればなと思っております、えー。まず冒頭ですけども、前半のみの参加の議員の皆様からお声をいただければと思うんですけども、 最初、まだ前の公務が終わっているかわからないんですけども、えー、国土交通大臣の中野博正さん、入っておられますかまだかなそうですね、まだ前のご公務終わってないみたいなので、えー、中野大臣にはですね、えー、後ほど入っていただけるとは聞いてますんで、えー、一部のお一人目の事例発表が終わった後ぐらいに、もう一度お名前をお呼びして、えー、お言葉をも,もらえるんならいただこうかと思います。 え、続いて、例年ご参加いただいております、えー、衆議院議員の山田賢治さん。入ってたります。ミュート解除してくださいね。あ、オッケー、オッケー、あの、入りました。はい。あ、すみません、岡田です。 あ、山田です。こんにちは。お世話になってます。ちょっとじゃあ、お言葉、お願いします、はい。はい、じゃあ、あの、また、あの、 まずはあの第6回となります、視覚障害者雇用の未来を考えるフォーラムの開催、本当におめでとうございますというか、いつもありがとうございます、大変素晴らしい回を毎年企画していただいて,てですねあの岡田さんには本当に視覚の,の障害を持ちながらも、ものすごく前向きに、ポジティブに視覚障害者の雇用ということを後押ししていただいていること、本当に感謝申し上げます。そししてこの会をあののをま先ほどどご,ご紹介もありましたけど多くの方が 方のご理解のもとですね。 視覚障害者の方々の雇用ということを支えていただいている、この、このフォーラムの開催っていうのは、それぞれの方々の、なんていうかな、あの、元気につながってるんだろうなと思ってます。あの、単に生活の糧を得るというための収入雇用ということではなくて、社会に役に立っている生きがいということを持って生きていけるということ、本当に大事なことだと思ってます。あの、私自身もですね、あの、成人の立場でありますけれども、様々な形で、あの、 ヒントをいただきながら制作に生かしていただきたいと思い思ってます。あと一つあの余計なことですけど、岡田さんあの今年はあの阪神の優勝がなくて残念というかあのトピックスがないということなんですがあの大谷選手があの両リーグ MVP ということですので大変あのテンションを上げていっていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はいありがとうございます。じゃあ,あの山田さんのお言葉通り大谷さんのテンションで生かしていただきたいと思います。 今日はでも前半のご参加だと思いますけども、まあ、可能な範囲で聞いていてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。え、では、えー、式次第通り一部の開始で行きましょうか。では、え、これから第一部の開始です。えー、事例発表3名登場いただきますんで、まず最初の方、入原さんの方からお名前を読み上げていただきます。はい、お一人目。 湾南大学図書館勤務小林昭弘さん、えー、インタビュアーはあーおなじみのネクストビジョンの脇市さんにお願いしようと思います、えー、スタンバイができましたら、えー、お願いいたしますはいあ聞こえますかはいであのー ネクスト・公益社団法人ネクストビジョン。えっ、ー、と、これ、設立、今年で10年変えましたが、ネクストビジョンの、今現在、常務理事をしております、えー、和吉こと和田光一でございます。えー、と、本日、えインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。はい、えと、それではですね、あの、最初、小林さんね、えー、と、私が小林さんにインタビューしますけど、まず、まず、最初に、えー

えーとあのー、私は一応です、ね、あのまあ、小林昭弘と申しまして、えー、と大阪府の羽曳野という南のほうに、えー、今、在留しています。で、あのーえー、一応、見え方ですけれども、えー、今現状61歳で,です、ねえーまああの、ほぼ手動 <laughs>、えー、弁、えー、片一方の右目が手動弁で、左目が口角という状況です。 でえー、もちろん手帳は1級の状況で,、えー、ですが、まあ、現役で勤めております。で勤めつきは一応、氾、えー、南大学という、学校法人阪南大学という大学でしてです、ね、こ、えーえー、今年がです、ね、ちょうど37年目になります。であのまあ、最初、大卒からそのまま、えー、大学職員になって、えー、最初の3年ほどは、 教務部という、まあ、成績とか、まあ、学生の学籍ですとかあとカリキュラムとかそういうところの担当だったんですけども4年目から大学の図書館に勤めまして最初の方は利用者サービスを主にやってましたが今はあの、まあえー、事務室の中で運営とか企画それから管理そういうものを主に事務職としてやっております。 まああの状況としははそれぐらいい <laughs>、はい。でわかりました、ありがとう。今現在六十一歳ということということで、三十七年目ということで、えー、あるということわかりました。で、えっと小林さんがあの見えにくさ、見えにくくなったっていうのを最初に感じた。 ことと、それからその後ですね、その見えにくくなったから、何かこう不安もあったと思うんですけど、どのようなこう相談とかなんかされたのかという、まあ、最初にその見えにくさを感じたときのことをちょっとお聞かせいただけますか。はいはいえー、とすみません、あのー、私あの、網膜疾患変性症、先ほど言うの忘れてましまけど <laughs> えー、でして、えー、実はあのーまあえー、小さい頃は野球少年で、野球ばっかりやってましてですね、 あのまあ、ボールが、ね、少し暗いところで見にくくなったなというところに行って、えー、病院に行きまして、一応それがあのきっかけで網膜式洗浄症ということが分かりましたのが、えー、14歳の頃です。あのまあ、それからです、ねえー、徐々に進行して、まあ、自分でその病気を意識しながら、えー、ずっと進んでおりましたけれども、普通にまあ就職の時も普通に就職を、えー、できまして、野、ま、望、あ、が少しずっと進んでいるなというのは、自分で 感じた程度で、えーまああのー、視野の共作っていうのが徐々に進んでいるなというのが分かれたんですけれども、まあ、とりあえず、えー、そのまま、えー、就職してしばらくですね、えー、大丈夫だったんですけれども、まあ、2008年ぐらいですかね、えー、ちょっと本当に、えー、視野の共作で、ちょっと横が見にくくなったなっていうとまに、えーまあ、医師からですね、えー と手帳の申請をしたらというふうに言われまして、2級を取りました。で、その時点で、えーまあ、大学の、えー、勤務の時点で、まあ、今の勤務については、特にあのその時の状況では問題なく勤務できたんですけれども、あのまあ、大学なんで、他の担当の業務とかも手伝いとかありますが、その時に、例えば入試の、えー、試験監督ですとか、 そういう職はつけないということを、えー、もう申告しまして、その時点で。なので、手帳も、えー、その時に給与を取ったということで、えー、特定の業務はちょっと免除してくれというふうに言いまして、まあ、それが認められたと。そこでもう、あの大学の方の、えー、学法人の方には、えー、一応知らせることがになったということになります。 書夏の業務を続けることができたんですが、えー、52歳の時にですね突然、これあの、ある日朝ですね、えーまあ、職場に行って、パソコンをつけて、通常だったらまあ視野がまだ真ん中の方うはじょ、えー、あって、えー、文字も見えていたんですけれども、全くこう消えてしまって、全く真っ暗になったような状態、真っ暗とっいうか真っ白かな。 えー、そういう状態になってです、ね、でこれ、文字が読めないと、おこ,れそのでこ,れこのまま仕事が、自分の仕事できないというふうに発覚して、これがですねもうちょっと、えー、1日2日、放心状態になりましたけど、そこからです、ねまあ、このままちょっと、えー、このまま仕事できないなと思いまして、えー、上司に相談して、えー、大学の人事部の方に相談に行きました。でえー、そこで紹介していただいたただのが まあ一回、あの産業医がうちもいてるから、一、えー、回相談を受けていてくださいということを言われたので、えー、まああのそう産業医を受けて、ちょっとですね、えー、そこからの話は、またそ、そこまでいいですか、とり、はい、あえず。すみません、ちょっとあのマイカ二つ,つないから、ちょっと、<laughs> <laughs> すみません。 はい、あの今ね、お聞きすると、14歳の時に分かったな、実は私も同じ網膜色素変性で、同じですね、14歳の時に病気分かったんですね。あの私にか少し年齢が上で、現在66になりますが、あのそういう意味で、あの非常にあの同じようなこと、見え方ということであったんですけど、まあ、大学ですね、大学の職員としてはもう、あのその時きは、まあまあ、見,え見え方もよく見えてらっしゃったと思うんで、あの困ってなかったと。 それでまあ40過ぎぐらいですかね、40前後で、今のように少しあの視力的な問題で手帳2級を取られたと。だけど、まだその後も少し大丈夫で、52歳になって、今のようにちょっと不便を感じるようになったというところで、えー、と今日のテーマになってます、産業医が変わってくる。で、大学には他にはあの見えない方も多分いらっしゃらなかったんだろうと思うんですが、まあ、その産業医の方とお話をされて、 まああのまあ、これからどんどんこう見えにくくなった場合、不安もあろうと思いますが、あのまあ、仕事を辞めるとか、そういったようなことも考えられてたのかとかですね、まあ、このあたりの経緯をちょっとこう詳しくお伝えいただけたらと思いますが、よろしくお願いいたしまその状態で、ちょっとです、ね、あのしばらくはもう無理なんかなとは、非常思いますけど、結構楽観的な性格なんで。あの まあなんとかなるわと思って、あのーまあ、人事部の方に相談しながら、産業医に1回面談を受けて、まあ、産業医もです、ねえー、と本学ではです、ね、2000あ、本学というか、うちの勤務の大学ではです、ねえー、2011年度から一応、えーまあ、労働衛生、安全衛生法ですね、そちらのほの、えー、まあ規定にのっとって、産業医をです、ね、2011年度から雇われてまして、 それで、えーと、今も現在もですね、産業医さんは、えー、それが2人目なんですけれども、2010、えー、2016年、あ違う、えー、2006年から、えー、2006年からその人は、あすいません、2011年から、2006年が初めの人2011年から、本学の方に来られてる方で、非常にあの最初あった時は、 え内科系の医師ということを聞いてましたので、あの内科系の医師で、ですねこう、えー、その全然期待してなかったですね、視,聴覚,、えー、視覚障害のまあケアができるのかということは、ないだろうと、ただ、一、あのーえー、回やってみてですね、えー、初め言われたことが、えー、私は視覚障害者の経験がないので、でその時は、 えー、本学に視覚障害者という学生も、えーまあ、教職員もどなたも、えー、いなかったという状況で、私が初めて、えー、その産業医さんに、えー、相談に来たと、でまあ、その産業医さんが言うには私も分からないので、ぜひ教えてほしいと、いろいろ教えてほしいと、であのまあ、一緒に、えー、何かお手伝いできることがあったら、えー、相談に乗りますんで、言ってください、なんでも言ってくださいと言って言われてですね。 いろいろ聞いてこられたんですね。で、それで、えー、割合、まあ、その人はですね、女性の方で。えー、非常に、えー、前の産業医の方が、そう、男性の主張に。えー、まあ、意思的、研究者的な、そういう、態度で、おら、いらっしゃったの。えー、対照的に、えー、すごく、あの、優しく穏やかな人で。<laughs> あの <laughs>、声も、綺麗で、私は、あの、えっ、ー、と。 であの美人かどうかわからないんですけど、まあ、それですごく、まあ、心身のケアていうのは、これはなるかなと思って、そこからどんどん相談をお願いしたという、そういう経緯でございます。で、まあ、それでですね、あのーまあ、大学というですね、一番わ初めに言われたのはです、ね、このまま仕事を続けていいのかどうかということを、あのー、続けられるのかということを相談しましたところ、まあ、 あのここは、えーまあ、教育の場であって、大学というところであって、しかも視覚障害者で、えー、あなたが初めてあの、まあ、職員としておられるということであれば、それはチャンスやということで、であのまあ、それを活用して、ほ、え、か、ー、のまあ構成員ですね、学生とか教職員に、視、え、覚、ーまあ、障害者でもこれだけ、 ややれるんやというところを見せては、それがあなたの仕事になるんですよというふうに言われたんでね、それでまあ、そういうこともあって、ちょっと立ち直ったかなということはありました。はい、で、えっと、続けてよろしいですか、それでですね、その私ですね、そのまあ、勤めて長いんで、えー、っと49歳のと、えー、まに管理職になりまして、 えーまあ、その時まだ見えていたんですけども、えー、相談に来たのが52歳のですから、えーまあ、その時点ではもう管理職だったんですけども、管理職っていう職務が、ですね、えー、一応、図書館というところは、えー、スタッフ全体で30名ぐらいのスタッフがいてる、それも勤、えー、務形態がそれぞれ違うんですね、えーまあ、専任の職員もい,らすい,いれば、えー、職宅もいれば、派遣職員もいる、それから委託業者のスタッフ。 もいるそれを管理してしたり、まとめていくというのは、表情や態度とかそういうのが見えなければできないんではないかと、まあ、それも相談、えー、産業の方に相談を行いまして、えーまあ、これだったらもうちょっと、えー、管理職が下ろしてくれというふうには一度言ったんですけれども、ただまああの、しばらくやってみたらと。そ、えー、それは、えー、とそれはも 一応、職場がです、ね、あのその管理職で、その職場の中で孤立してしまったら、あなたは何もできませんよと言,って言われたんで、あのまあ、その通りかなと、それで孤立してしまって、何もこう要求も何もできなかったら、えー、指示も何もできなかったら、それはもうどうしようもないとい。で、そのねあの、管理職を殺されて、平野職員になってしまうと、それはそれで、 指示できされたことができな,できな,な,できなかったら、それはまたあの、それもストレスになるだろうということだったら、もうあの人に指示を出して、えー、できる仕事、管理職のままで追って、それをできるできる限り続けてはどうですかというふうに言われたんで、今現状、まあ、できるだけその周りの人に、えーまあ、あの謙虚で、素直な気持ちで、 支援をいただきながら、えーまあ、できるだけ仕事には前向きにやっているような、やっていけているような、そういう状況を作っていただいたというのが、えーまあ、一番の、まあ、産業医としてのありがたい効果だったと思ってます、ねえー、そんなところですかね。 今の素晴らしいですね。あの産業医の先生の,このアドバイスっていうね、本当にあの、見えないから、その見えないことを生かして、大学の中でも仕事ができるという、まあ学生さんもいらっしゃるし、相談にも来ることあるし、えー、ね、あの、反南大学にも弱心ジョンの方も入学され、今されたんですよね。はい、そうですね。そういう方にもですね、本人、やはり、あの、自身の視覚障害、まあもう今、ほとんどもう見えない状態の人が働いていらっしゃる姿を見ていただく。 そして今の管理職の点についてもすごい、あの、強いアドバイスですね。管理職であったら仕事をね、ちゃんとあの、自分から、ちゃんとこう指示できると。ね、それが、あの、平野の方に降りるとやらやら、やらないといけないことをね、言われてもちょっとできないという、まあ、非常にそういう点を、えー、こう押していただいて、後押しして、よ、自分から、あの、少しもう、女神屋根からやもう管理職やめようかなと思ってやったところを押していただいて、そのまま、 管理職を続けらっしゃっているという、まあとてもあの素晴らしい、えー、この管理あの事例でだということを今聞いてと思いました。ちょっと時間がですね、あの今日あのだいこのぐらいで時間終わるんですけれども、最後何か一言ございますか。はい。はい。あの、えー、私もほとんどですね、えー、仕事としてはね、えー、パソコン音声パソコンをまああの訓練で一応習ってでねできるようにはなったんですけども。 あの事務職で、えー、続,けて続けられることっていうのはあの限られてますがあの、パソコンでできることっていうのはですね、えー、ただですね、その、まあ、産業医さんのお言葉もあったんですけれども、やはりですねあの周りの人に援助を求めるには、こちらからですね、えー、助けてもらえるように、そういう、えー、態度とですね、まあまあ。 そういう積極的な面を少し見せないとなかなか手助けしてくれないと思っておりましてしかもその学生がいっぱいいる図書館なんかでは、えー、できるだけその外に出てですねあの学生にも声をかけ,できるだけ,声をかけてですね、えー、コミュニケーションを取るようにしてるんですねでそれはやっぱりその産業医さんの教えもあってということもあって、えー、そうすることによって学生も心を開いてくれるっていろんなあの、まあ、学生の状況とかが分かると。 それがまたあの、学生さんにとっても、視覚障害者はこういうふうに頑張っているんだなということが分かっていただいたら、非常に嬉しいなと思っています。以上です。えー、はい、えーと、小林さん、ありがとうございました。それでは小林さんのインタビューは以上とさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。小林さん、上口さん、どうもありがとうございました。とてもいい話でした。あのー、ね、えー、管理職降りてでもというお話をされたときに、えー、産業連先生が、いや、 管理職の方がいいよと。管理職にとどまる指示を、アドバイスをくれるというのは、僕はネクストビジョンの高橋先生がね、いつも視覚障害者は社長が向いてると。指示するだけでいいからというふうにおっしゃってたことを思い出しました。まあ、社長と管理職はちょっと違うと思いますけども、そういった意味では今の小林さんからのも、その産業医の先生のおかげかなと思います。ありがとうございました。えー、登壇者へのご質問はですね、3名の発表が終わった後、まとめて、 会場の方にお声掛けしますんで、しばらくお待ちください。で、ここで冒頭でお話ししてました、ご来賓の中でですね、えー、っと、国土交通大臣、中野博正さんが多分入っていただけたかと思うんですけれども、今、移動中だと思いますんで、ちょっと声をかけてみます。中野さんはい。す<あ>いません、お忙しいお方です。 いえいえ、すいません岡田さんお世話になっておりますありがとうございますすいませんあのあのね中野さんには一回目二回目のフォーラムご参加いただいてちょっとあ間が来ましたけど今回ありがとうございます先頭でもないですえっとお忙しい中ねせっかく入っていただいたので一言ちょっとあのお言葉頂戴していいですかはいわかりましたしまあのどうもすいません皆様あのいつも大変お世話になっております、えー、兵庫八区で、えー、衆議院議員をしております公明党の中野弘正でございます。 今回の第6回の,あの視覚障害者雇用の未来を考えるフォーラムということで本当にごご正解おめでとうございます。私もあの先の衆議院選挙でご期目の当選させていただきまして11月の11日からあの新しく国土交通大臣ということで今、任命もいただきまして。えー、ちょっとすいません、そんそな… ちょっと中で直接参加できず大変申し訳ないんですけれどもちょっと公務で移動中の合間にちょっとご挨拶だけでもと思いまして,おさせていたただきましたあの私も今まで一致衆議院議員としてですね障害者就労これについては国会でも質問もしてまいりましたし、まあ、特に視覚障害者の皆様の就労ということについてはやっぱりいろんな環境を整えていくことでもっともっとあのいろんなあの皆様の お役に立てるんじゃないかこういうことも国会でも言ってまいりました。あの今回国土交通大臣という立場でもありますので、やはり国土交通省といえばあのバリアフリーの推進というのが大変に大きな仕事になってこようかと思います。あの障害者の方も含めたあ共生社会の実現という中で、あのもっともっと力を入れていかないといけない分野だというふうに思っておりますので、またあのしっかりとこの分野でも頑張ってまいりますので。 どうか引き続き皆様の、あの、ご指導ご鞭撻、よろしくお願いを申し上げまして。あの、また今回のフォーラムの、大成功、お、心から、あの、お祝い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。今日はすみません、ちょっとこんな形で、申し訳なかったんですけれども。上白石、ありがとうございました。野さんはい。あの、国交省にも、あの、日本視覚障害者団体連合として、たくさん陳情しておりますんで。 ぜひ大臣としてよろしくお願いします。はい、わか,、はい、かりました。またしっかり。あのー、じゃあまた、あの直、直接、直接お会いできる時楽しみしてますんで、はい、ありがとうございました。しいします,すいません。失礼しま,し,します。失礼いたします。はい、ありがとうございました。では、中野さんの言葉をもらいましたので、続きまして、引き続き登壇者の発表に行きたいと思います。では、二人目、井、えー、出原さんの方からお名前を呼んでもらいます。 民間企業業製造業勤務、和和田田ささんん、です。す、はい。和田さんお願いします、えー、インタビュアーは神戸アイライト協会の飯山さんにお願いいたします。ではスタンバイお願いします。えー、時間短縮ということで、すでにスタンバイしております。はいえーとえー、今回、えーと、お二人目、和田さんのインタビューをさせていただきます、えー。神戸アイライト協会の飯山智子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 では早速インタビューなんですけれども、えー、まず皆様にちょっと見え方からご説明いただいてよろしいでしょうか、和田さん、お願いします。はい、えっ、ー、と私もあの網膜色素変性症でして、えっ、ー、と現在の見え方としましては、えー、視野はあります、強制視力も零点八くらいまではあります。ただ暗いところが見えづらくて、逆にあのー。 直射日光だとか、明るいところでは眩しさを感じています。またコントラストがはっきりしないところでは、区別がは区別がしにくい状態です。ありがとうございます。では、あの簡単にで結構なんですが、お仕事の内容を教えてもらってよろしいでしょうか。あの先ほどご紹介にもありましたが、一般企業の人事部で、えー、主に。 人事情報のシステム入力や、えー、入社者の受け入れ準備対応とあと雇用契約書などの契約書作成を行っております。はい、ありがとうございます。はい、そういったお仕事をされている中で、まああのー、ちょっとね見え方のお話であったと思うんですけれども、普段はそのあまりわからない。 周りの方もわからないですし、ご本人としてもすごく困ったっていうのがあまりない感じですか？そうですね。あのー、まあ環境によって見えづらいという状況です。ただあの本当にもう全く見えなくて困ったということはないです。ありがとうございます。じゃそんな中でですね、まあちょっと今回のテーマである産業医についてどのようにこう関わって、えー、まあ、えー、ね。 えー、対応していただいたとか、そのわかる範囲、ちょっと、えー。お話しいただければと思います。よろしいしす。はい、えー、っと、産業医なんですけれど、あのー、私の会社では。 あの産業医の方はいらっしゃるんですが、実際に会社に来ているのは月に数回程度なんです。まあ、ですが、あの看護師と保健師の方が合計3名おりまして、えっと、当社では保健センターというところがあり、そちらに常駐しています。ですので、あのー、社員全員が、まあ、いつでもあのそこに行けばあのお話を聞いてもらえるという状況になっています。 産業医につながつなげていただけるというシステムになってます。はい、ありがとうございます。あの、えー、産業医の方が常時いらっしゃらないという企業はとても多いと聞いております。はい。またあの産業医の方が眼科の先生じゃない先生も多いと聞いてるんですが、どうでしたでしょうか。はい、あの眼科の先生ではないんです。あの内科の先生になります。 すみません、ね、マイクの受け渡しが <laughs> なんかこう面白いですけど <laughs>、すみません、はいねあのーあ。保健センターはずっと行き来がちょっとしやすい感じだったのかなって相談そあの想像するんですけれども、そこでこう何か相談をされたんですかはい、あのー、当社では、私の会社では、あのー えっと、障害者雇用枠で、えー、入社した社員は全員、その保健センターで面談を受けることになっておりまして、で私も去年、その障害者雇用枠で、えー、今の会社に入社しました、ですので、あの面談を受けることになっておりまして、まあ、初回は人事部の方で面談をせ設定していただいた状態です。 その仕組みもあのいいように思うんですが、やっぱり、こう、生きやすい人と生きにくい人と,というかあの、ちょっといくら保健センターがオープンであっても、えー、ちょっと相談しにくいああの、相談するまでもないかなっていう方もいらっしゃるのかなと思うので、ちょっと定期的に、えー、定期的にと言いますか、障害者枠の方はやはり相談を。 受けた方がいいだろうということになっているっていう仕組みは、えー、会社としてはいいのかなと想像します。はい。で、その困った内容とそのなんか提案内容といいますか、そういったところを教えていただけますでしょうか。はい。えっ、ー、とまず面談の中であのまあ、いきなり困ったことを話ししたわけではなくて、えっ、ー、とまず目の症状を あの見え方だとか通院の状況をお話ししました。で、あとはまあ家族構成だとか居住地のまあ通勤に関することもお話ししましてで、その後に自分の業務内容だとか困ったことをお話し、ヒアリングされました。で、えーそ,うですねまあ、そこであのいくつか提案は、提案といいますかあの改善案というのはあのいただきました。 えー、場所によっては暗かったりとか、そういった感じで、えー、困ったっていうのが、実際あった感じなんですかね。はいそうですあの、まあ、先ほども申しましたが、私は、まあ、暗いところが見えにくい状況でしてで、会社の中でやはり見えにくい場所がいくつかありまして、あのーまあ、大きく2つ、2点改善というか、あの提案、サポートをしていただいたことがあります。 でその1つはあの、社員用のエントランスなんですけれどあの、電気があるんですけれど、いつも消灯してまして、お、ま、そ、あ、らく会社の,あの節電対策だとは思うんですが、まあ、あの暗い状況でした。で私は、まあ、段差だとか、あの出退 をつけるカードリーダーの場所が分からなかったり、まあ、そういったあの困っていることがあるということを伝えたところ、あのすぐに、ここはあのいつも電気をつけましょうということになったんです。で、それはまあ私だけのためというふうなもあるかもしれないんですけれど、最初はそうだったんですが、あの実はそのエントランスというのは、あのまあ、会社の中にいくつかあの、 とビルがありまして、そのビルを移動する際に必ずそのエントランスを通る状況なんです。で、あの社員みんなが比較的頻繁に通る場所でもあるので、まあ、入り口は私だったんですけれど、<laughs> 結局出口はみんなが明るいところを通れるという状況になりました。はい、でもう一つは あのお昼休みの休憩時間に質務室が一斉消灯。まあ、する状況でして、まあ、一緒に真っ暗な状況になるんですけれど。まあ、その時に、まあ、それも困るということで、座席を出入り口近くに配置してもらうように調整。あの、していただきました。で、その時に、あの、実際、座席のところまで来ていただいて、座席から出入り口の動線上が安全かどうかという。 ものを一緒に見てもらったり、あとまあデスク周り手元が暗いので、あのデスクライトを設置するように人事部に促してもらいました。はい、ありがとうございます。なんだかその、えー、ちょっと聞いている,いると想像できてきますね。<laughs> はい、確かに会社側の思惑と。それからそのちょっと。 えー、決まり事になっているところをちょっと言っていいのかなっていうのもあ,のあるんですけれども、でも結果として、他の社員の方もやはり,そのあやはり明るい方うがまあ移動もしやすいですし、安全面でもちょっとしたことですけれども、あの皆さんに良かったんではないかなと思います。でまた、執務士の、ね、お話のほうも、えーとまあ、一番いい、どれがいいか、またそれをまた検証して。 っていうことでね、あのー、もう一回じゃあこう、えー、対応策を考えたらオッケーっていうことはあんまりないですよね。ですね。はい。あ、すみません。マイク。はい。そうですとうなずいてくださってます。はい。<laughs> ありがとうございます。なんか他にはあったりしますか？なかったらなかったでいいですからね。あ,あのいくつかあの支援ははいいただいております。はい そうですねあの、大きなところでは、えっと、そのコントラストがはっきりしないところが見えにくいという点で、あの会社の階段ですね、えっと、滑り止めテープがついていない階段がありまして、その段差が分かりにくくて、あの特に降りるときに不安があるということを伝えました。 でそうしましたら、あの実際にその階段のところまで一緒に来ていただいて、もうどうやってあの降りたら安全、安心と感じるかっていうことで、一緒に考えてくださったんですね。で、まあ、結果的に、あのー、私の会社の階段の手すりというのが、左側の片方にしかついてませんでして、で降りるときに手すりが使えるように、左側通行をしましょうという。 徹底を皆さんにあとは、うん、とこれもちょっと会社の方針であの健康のために上下移動はエレベーターの使用は NG で階段を作ってくださいというルールがありまして、まあ、それはもちろんあのそれに従うんですけれどやっぱり降りるときにちょっと不安あるよなっていうことがありまして、まあ、そういうときはもう遠慮なくエレベーター使ってくださいというあの許可をもらって。 なんです。ですので、そういったなていうのかなあのマインド面というか、そういったサポートはすごく大きかったかなと思います。ありがとうございました。でもあのそれでこう決まり事がまた一つ、えー、増えて、あの皆さんにとっても安全なのかなと思います。やっぱりこれ下り階段怖いですし、あの、えー、他のね目が悪い方もいらっしゃった時にもそういったルールができているっていうことで。 え少しでもあの安全に移動ができるのではないかなと思いました。はい、ありがとうございます。大体お話いけそうですあ、はい、わかりました。はい。では、あの、なんかこう、皆さんにあちょっとお伝えしたいなということがあれば、お,、えー、お願いします <laughs> えっと、そうですね。えっ、ー、と、まあ、あの、私は、 あのまあ、人事部が設定した面談から入ったんですけれど、まあ、その時に、あのーまあ、すぐに支援をしていただけたというのはとても大きかったんです。でそれはうんと、まあ、自分一人だとか人事部だけで考えるだけじゃなくて、まあ、産業医というか、まあ、保健センターの方が一緒に考えてくれることで解決したことも多いので。 あのまあ一人でも多く社内に味方というか理解者を作った方がいいなと思ってます。でそういう意味では産業医はまあ良き理解者になるかなと思いますのでですねあの私自身もまあ良好な研究を築きながら今後もまあ携わあの関わっていきたいかなと思ってます。ありがとうございました。和、え、田、ー、さんからはね産業医そしてあの保険医の方への また、あの部内でも、あの良い関係を作って、えー、働きやすい環境で、えー。働いていらっしゃることがよくわかりました。ありがとうございましたって、私が納得しましたけれども、えー、体験談二の方は、大体以上です。はい、ありがとうございます。<laughs> 和田さん、井山さん、ありがとうございました。ありがとうございます。えっと、私もね、和田さんとお話をしてて、保健師さんっていうのは、実は初めて知りましてですね。 えー、冒頭の中泊先生のおご挨拶にもありましたけれども、実は今日のキーワードは産業医さんとともに保健師さんというのが出てくるなと思ってて、出てまいりました。で、私の職場も実はあ産業医さんがいますんでですね、産業医の先生とほか看護師さんたくさんいますんで、確認したら、最近の看護師はみんな保健師持ってると言ってましたんで、あそういうもんなんだということで、改めて勉強させていただきました。ありがとうございました。 えー、続いて3人目のご登壇です。イリアさんの方からお名前お願いします。製薬会社勤務、佐々木登紀子さん。はい、えー、佐々木さんのインタビュアーは司会席から赤堀さんに、えー、お願いしようと思います。では、スタンバイよろしくお願いします。はいはいえー、こんにちは。えー、っと、 さどうも、こんにちは。えー、お、はい、えー、インタビューですんで、えー、私は、えー、赤堀です。えー、そうやね。<laughs> すいません。えー、今日はね、佐々木さんと、えー、ちょっとインタビューしたいと思います。それではですね、えー、っと、ね、一番目と二番目の人もね、同じようにね、目のことを聞いてましたんで、<laughs> まずは目の、えー、状態をお話し願いますか えっと現在の目の状況ですけども、あの私の疾患は水体ジストロフィーと言います。ちょっと珍しい病気だと思います。で、えー、と視力は強制、えー、して頑張って頑張って見て0.1です。ラガンだとね0.06と0.03ぐらいだったと思います。であのー えっと臨場暗転ということで、ちょっとこう輪っか状にえ視野が欠けている部分があって、一番特徴的なのが、襲名です、まぶしさですで、さっきの,あの和田さんはどちらかというと、暗いところが苦手ですということで、会社の方にもいろいろ働きかけてあのお、あの電気をつけていただくような方向にどんどん進められてたんですけど。 私の場合は襲名があってですね、今このホールもかなり眩しいです。で、車高メガネを今かけてますが、それでもこの白い床と白いテーブルと、で、白い壁にこの LED の電灯は非常に眩しいです。で、えっ、ー、と、なので、昼間とかは、あの、 ついサングラスをかけて日傘を差さ,さないとなかなかあの段差の部分とかそういうところがちょっと見えづらいっていうので昼間はなるだけ行動したくないんですけども、えー、夕方過ぎになるとすっきり見えてきまして、えー、夜の街をうろつくのは大変得意になっております。はい、以上ですはい、はい、い以上でですすすあありがとううございますそうですね、あのー 今のね、佐々木さんの見え方をお伺いしたんですけども、まあ実、実はね、私とね、佐々木さんとは、まあ、あの、大阪の視覚障害者のこう当事者の集まりがありまして、えー、我々漢字の中では、えー、夜の女王と呼ばせていたはずです。<laughs> はい、はい。ということでね、夜になるとね、佐々木さんが先頭に歩いてもらうんで、非常に助かります。はい。ありがとうございます。そうしましたらね、次ね、あのー、今のお仕事はどんな感じなのか、少し。 おお話しだいいますか、はい、お願いしますすか願私、入社当初は、えー、っと研究所におりまして、主に動物実験をやっておりました。で、その頃はさほど、まあ、目が悪いっていうので、あの近視の眼鏡はかけてたんですけども、さほど襲名とか視野欠損を自覚するようなことはなかったんですけども、10年ほど研究所に行って、その後本社に移りまして、 で本社で事事関係の仕事をしし始めましたで。その頃はまだパソコン1人ずつっていう時代ではなくて、まあ、何人かで1台を使うっていう状況で,でそこら辺でもあの仕事自身にはそんなに影響なかったんですけどやはり、えー、とフロアですねフロアが眩しい、えー、蛍光灯がちょっと眩しくてあのいわゆるグレーの。 あのオフィス机が並んでるところに床が白っぽいピータイルでっていうところでちょっとまぶしさを感じてて個人的になんかサングラスをかけながら仕事したりなんかしてました。でそのあ、えー、と1人1台のパソコンになるようになってさらに。 その今、モバイルのパソコンということで、もうちっちゃなパソコンになってますので、そのままでは全然あの文字とか見えませんので,で、20インチぐらいのモニター、最近はあのちょっとご高齢の社員の人たちもみんなそれを使った方が見やすいっていうんで、何台かあのそういうものが用意されてるんですけども、そちらを使って、あと、マイクロソフトの 標準、あれになんかついてるのかな、あの白黒斑点と拡大っていうのを、えー、使って、で、細かいのところは拡大して、で、基本的には白黒斑点で、エクセルとかワードとかを見たりして、まあ、主に事務職的な仕事をしています。はい、はい、ありがとうございました。いろいろとね、あのー、 目をね、かわいながら仕事されてるっていうのがね、よくわかりました。それでね、その、その頃ですかね、なんかあの、いろいろとこうして、今はその、目の状態から、そのあたりから、なんか、えー、目の方が悪くなったりとか、なんか、その、いうのは、ちょっとまたお聞かせ願いますかはい。はい。えーっと、そうですね、あのー、 だからさっき言ったあのオフィスでのちょっとまぶしさを感じるようになってから自分では自覚はしてないですけど徐々に徐々にやっぱり外に出るときもその会議室なんかであの白い壁白い,ぽい床白い机に白い紙が置いてあって研修の時とかに紙が置いてあるとこ座ってくださいって言われてもどこに紙が置いてあるのか分かんないみたいなそのあたりからちょっと。 見にくいなでもこれ近視がすごくこう強くなってきてまあ子どもの頃から近視だったんですけど例えばまあもう30代後半ぐらいからだんだん大人になってきて近視が進んだらこういうのが見えにくくなるのかなと自分で思ってたんですけどもある時そうですねもうあの50前ぐらいの時ですけどもえっと 毎年ある、あのー、健康診断、会社の健康診断の中で、えちょっと、まあ、いわゆる成人病みたいな関係の偏差値がちょっと、えー、コーチになったりなんかしてで、そういう人たちをちょっと産業医があの、まあ、相談、面談しますっていうのがあって、でその時に、まあ、そちらの方はあのかかりつけ医がいるので、も定期的に。 あの通ってますあじゃあそっちはもうフォローしてもらってるんだったら大丈夫だねと。でその産業医の先生が気になったのが私の視力検査がいつも0.1未満っていう数字がもう3年4年5年とその記録のある先生が見られた記録の中でずっと続いているというのでこれはどういうことなんかなと。 でいや実は私、すごいまぶしくて外を歩くときはこんなサングラスごっついのをつけてたりとかしてで会議室なんかでもまぶしいし白い髪見えなかったりとかするんですという話をしたんです。そしたら、うん、それはちょっとやっぱりちゃんと調べた方がいいよねということで,でその先生があの派遣されていた元の病院の方の眼科を紹介するからそちらで。 あのちゃんと見てもらってねっていうことで、えー、その紹介状を持っていきましたでそこでいくつかの検査まあちょっと何回かに分けてやった結果衰退ジストロフィーですという病疾患を言われましてで、えー、家へ帰ってその衰退ジストロフィーっていうのをネットで調べたらまあ障害の視覚障害の一つであって あのまあ、現在のところ治療法はないというふうに書いてあったので、あそうだったのかと、私の目は <laughs> 障害があったのね、ただの禁止だったのじゃなかったのねっていうのは、その時初めて知ったということです。はい、ありがとうございます。やはり、ね、まあ、普通なんですかね、産業の先生ってその、なんていうかね、そういったちょっと、あの なんかこう、気がついてくれるっていうのは、皆さん、三業の先生、そうなんでしょうかね。なんかね、佐々木さんのね、場合、よくてさ、の先生が、よく気がついてくれはって、つなげはったのかなっていうのでね、素晴らしい先生かなというふうに私は思っていま,ってます。はい、ありがとうございます。で、今その後、えー、手帳取られてから、また、引き続き、まあ、仕事をされていて、 であるとは思うんですけど、まあ、それから何かもう特に順調にこう、なんかあの業務とか目の状態では進んでいったんですかね、そのあたり、またちょっと聞かせてもらえますか。はい、えっと、それからですね、えっと、数年してから、 えっとそのままではまあそういうことがあって、まあ、実は私、ちょっとあの眩しいと見にくいんですっていうことで、居室の中のちょっと一番隅っこの席にしてもらってで、その真上の電気を消してもらってました。で、向かいの人と隣の人に問題ないですかって、いや、問題ないです、僕らの男の上はあるからっていうことで、で私だけちょ,っとあのちょっと暗めのところにいて、 でまあ、モニターを使って仕事してたんですけどもその後に全社,全社っていうかあの大阪本社ですねの、えー、1階から7階までフロアがあってでみんなが仕事してるのが2階から6階なんですけどそこの全フロアをフリーアドレスにしますとでそうするとあのグレーのいわゆる事務机を並べて島の形にこうなってで なんか8人8人8人の島があるような昔のオフィスの感覚ではなくって広いところにいろんな形の机いろんな椅子でファミレスみたいなベンチ式の案内とかなんかいろんな形のフリーなオフィスっていうんですかね。でそういういのので そのじっと机にかじりついてるんじゃなくてちょっと気分変えてソファーに座ったら何か新しいそのイメージが出てきたりとかで同じフロアに一つの部署だけじゃなくていろんな部署が入ってるとその人たちと休憩してるときに話をしてなんか全然違う部署の人から新しいアイデアみたいなもらえるとかそういうことを期待してだと思うんですけどもそういうふうなあのー レイアウトが変わるということになりました。で、その時に、全員朝来たら、違うとこに毎日座ってくださいと。いろんな人とコミュニケーションを取るためにど、昨日隣やった人は、全然違う人がまた隣に来ますよみたいな、そういうことになってました。で、それをされると、私の場合、その電気のこととかで、非常に困るので、で、えー、そのことを、 おそらくちょっと覚えてないんですけども、産業医の方に相談したと思います。で、えー、っとそのとその上司も、あのー、呼んでもらって、で、まあ、佐々木さん、こういうふうな状況なのでということで、ちょっと考えてもらえんかなという話になって。でその フリーアドレスのレイアウトをするまあ業者さんとそのプロジェクトをされた人たちで相談してもらって、私はもう固定の席にしましょうと。で、その固定の席のこう周辺、私が、あ、ここちょっと電気消してもらった方が仕事できますっていうところを、ちょっと電気消してもらうようにして、で、それで一応、まあ、私も自分の目の見え方をそのフロアの人に パワーポイントを使って説明して、私には襲名があるという、こういう病気持ってますっていう説明をして、で、皆さんにもちょっと納得いただいて、で、えっ、ー、と、まあ、私の見やすい環境にしてもらったというのもあります。で、その後、その隣の、あの、 部署のところは違う、全然違う部署が入ってるんですけど、そこにもちょっと入り口入ってすぐに、その LED の電気がちょっと眩しくて、前から来た人が見えなくって、ぶつかりそうになるようなこともあって、で、そのあたりもちょっと産業医に相談しました。で、産業医がそのフロアまで上がってきてくれて、ほんで、あこれ、確かに眩しいなと、まあ、その当時、60後半ぐらいの先生でしたけど。 こ,でこ,こ,のこ,こ,ここの電気消しても大丈夫かなって、そっちのフォロアの人に言っていただいて、でまあ、大丈夫ですよって言ってまあもらえたので、その入り口すぐのところの LED の電気は今、消されてるんですけど、まあ、そこから数歩入ったところにはまあ電気があるので、そこは真っ暗というわけではないんですけども、まあ、そういう配慮もしていただいて、今現在、仕事しております。はい ありがとうございます。なんかやはりね、また最後の,の方にね、産業の先生が出てきてくれてね、なんか常になんか寄り添ってくださる先生みたいですね。いいですね。そんな方がね。ねえ、ほんまね。ねえ、どこでもいてくれたらいいですかね。はい。ありがとうございます。ね本当に、あのーね、ねこうやってね、産業員の方にね、目の状況,状況から、 あの、しっかりとね、職場の改善とかね、はい、あの、職場の中の環境を一緒に考えてくださる。ね、で、場合によってはね、人事の方とかね、そういう会社の方を、ま、巻き込んで、こうしてくださるっていうのはすごくね、いい環境でお仕事されてたなっていうのが今伝わってきました。はい。えー、っと、インタビューの方はね、これでちょっとね、あの、終わりになるんですけど、えー、っと、さやさん最後になんか、あの、なんか、 言い残したことだったりとか、言い残したらいいあと、皆さんに伝えたいところとか、<laughs> まだまだ頑張ってくださいね。はい。じゃあ、何かありますかはい。えっとここにはないんですけど、あごめんなさい。あのー、その産業医の先生に対して<え>あの、私が通ってる眼科の先生がですね、意見書っていうのを、まあ、私が書いてほしいっていうこともお願いしたんですけども、書いていただきました。いわゆる診断書とは違う。そのもともと 視覚障害だというふうにあの判明してくれた病院の方の先生にも通ってたんですけどもそちらの方は、まあ、病名とあとこういうことに気をつけるみたいな一言二言が入ってただけだったんですけどもあのその眼科のそちらの方の眼科の先生はあの私の見え方とかこういうその暗さであったりその眩しさであったり具体的に書いていただいてでそれを あの産業医の先生にお渡ししたっていうのもあって産業医の先生はそれである程度こう状況っていうのがお分かりになったのかなっていうところもあるのであのまあその眼科の先生方から産業医の方にちょっとあの自分の目の見え方ってまあ医学的にこういう風な感じになっててこういうところに配慮してほしいっていうようなことを書いてもらってあの共有するっていうのも 一つの方法かなといいううふうに思います、はい、はい、ありがとうございました。じゃあ,あのね、佐々木さんね、あの、眼科の,あの産業の先生ね、全国に行ってくれるかなまあいい、無理やね、全国に、ね、ね、そうでね、あ、そうでね、その先生もね、つないでくださるとね、あ、いやいや、いいですよ、ね、はい、これはもう、はい、あ,れあ,り,ありがとうございました。 じゃあ、あのー、佐々木さんのインタビューはこれで終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、佐々木さん、赤堀さん、ありがとうございました。いや、あの、フリーアドレス。あれ、大変です。あの、私の勤務しているところ、私、大阪の本店は、あの、固定なんですけども、この前、東京の本店出張いた時に、うちの部署、フリーアドレスでして、さっぱりわかりませんでした。あれは非常に疑問だと思いますので、えー、産業医さんをうまく使って固定してもらいましょう。 えここで、えー、先ほど申し上げましたように、登壇者の方にご質問、えー、ここは基本的に会場から受けたいと思いますんで、えー、私の方から1番目、2番目、3番目ということで、えー、ご質問ある方ということで、えー、振りますので、もしあれば挙手をお願いします。スタッフがマイク持っていくと思いますので。では1番目の小林さんのお話に何かご質問がある方、おられたら挙手をお願いします。僕見えないんで、教えてください。ありそうですかなさそうですかない。 えー、じゃなければ、えー、インタビュアーが脇市さんだったんで、じゃあ、飯山さん、なんか質問ありますか、はい、あではちょっと質問をさせていただきます。あの小林さん、あの産業医の先生が、まあ、上院の先生ということで、えー、と内科であるけれどもこう、寄り添って、えー、聞いてくださる先生だと、ちょっとお伺いしたんですけれども、例えばあの違う産業医の先生だったら、また違った結果だったかもしれないとか、何か。 あの思いはありますかえっと、そうですね、あのえー、とあ違った結果になった可能性はあります、あの初め全然、ね、信頼はしてませんでしたので、あの <laughs> あのそうですね、あの内科医系の先生でしたので、やっぱりですね、その辺がちょっと、まあ、あの最初はやっぱり疑心暗鬼といいますかあ、そういう状況で相談に行ったもんですから。 なんかアドバイスしてくれても、その通りにできるとは限らないなとか思いながら行ったんですけど、まあその最初の印象がね、やはりあのー、自らですね、自らその視覚障害者の状況を知ろうとされたということをまず言ってるんです、ねでで、私から何かを引き出そうとされてるなというのは、ありありとその相談の内容に見えるんですよね。でであああのーまあそののまそ、あ、中非常にあの、まあ 女性でどんな感じか分からなかったんですけれども、穏やかですごく寄り添う感じがすごく、あのー、分かるような状況で,そで、ねえー、そうですね、こちらからもう問いかけたら、必ずいい返事が返ってくると、信頼関係がすごく結べたなというのがありましたので、そこからはあのー、1か月に1回ですけどね、ほぼあの産業医が来ていただけるのは。 あのその機会をまあ今は一ヶ月に一回で、えー、と毎回行ってるわけじゃないんですけども、今あ三ヶ月に一回ぐらいはえー、っとまああの何もなくあっても相談に行ったりしてますね。は <laughs> い。えー。やはり信頼関係ということでありがとうございました。はい、ありがとうございます。小林さんありがとうございました。 えー、では、お二人目、和田さんでしたよね。和田さんに対してご質問ある方、会場の方おられましたら挙手をお願いします。どうでしょう。<noise> あ、お知らせあります <noise> あ、じゃあ、お願いします。すいませんあの。本日参加しております、あの、請願者ですけれども、久保と申します。あの、岡田さんとは一緒の職場の人間なんですけれども、あの和田さんにメインにお聞きしたくて、あと、他の方もそうなんですけれども、あのー、 コントトラストのところ特に階段ってやはり皆さん、特にまああの全くね、口角の方とか、まあ、いろんな視覚障害の方がいらっしゃるので、一概には言えないのかもしれないですけれども、まあ、どういったコントラストのある階段であれば、比較的安全なのかなっていうのを、和田さんの観点からでも結構ですので、お聞かせいただければと思いまして、よろしくお願いします。ごご質問ありががとうございます、えーとまあ、私が多分見 これだったら見えるかなというのは、まあ、よく駅の階段にあるものかなと思うんですけれど、例えばその段差のところにあの黄色のうん、はっきりとした黄色の、えー、滑り止めテープがあるのが見やすいかなと思います。あと、その階段の色よりさらに1段濃いあのテープもあるかなと思うんですけれど、まあ、それだと、 うん光の当たり具合によっては見にくい場合もあるかもしれません。もうはっきりあの色がもう全く違うっていううんものが見やすいと思います。よろしいでしょうか。ございました。はい和田さんありがとうございました。小林さんいいですか。はいえー、では三人目の佐々木さんへのご質問がある方会場おられますか。挙手お願いします。 ないですか。えー、っと、じゃあ、脇地さん、あまり想定してへんかったんで、脇地さん、ってええかな。<laughs> あ<っ> <laughs> やめておこうか、飯山さんにしとこうか、どうしよう。あの、いや、あの、私ね、和田さんに質問したかったんで、ああ、いやあの、いいです、和田さんに質問して、ええ、ええ、ちょっと関係します。というのは、あの、これ、あの、えっと、その産業医の先生が、資格の専門家ではないと、さっき、あの佐々木さんは、その眼科医の先生。 と、そう、からの、あの、アドバイスがあって、えー、産業の先生がということですが、あの、和田さんのところで、さっきのコントラストの問題、えー、それからライトの問題もありましたが、これ、ご自身が、あの、その改善を言ったと。で、あの、専門的な、その、ロビジョンの人が、どのようにすればいいのかっていうのは、まあ、もちろん専門家がいるので、まあ、あの、そういった、あの、専門家の立場の人に、えっ、ー、と、相談をつなぐとか、何かがあったのか、なかったのか、その、あの、先生、あの産業の先生自体が、 そういったところの情報を得,得てたのか、ってなかったのか、得てないのかなと思ったんですけど、い,いかがでしょうかありがとうございます。えお、ー、さん、突然降って。えっえじゃあ、これ、二人聞きましょうか。せっかくですが、和田さんと佐々木さんと両方、あの、もしお答えいただけたらと思うんですが、いいですか和田さん、ごめんなさい、えー、何回も。はい、和田です、えーと。私の場合は、そういった専門の方に、あの、情報を得てということはなかったと思います。というのは、あの、相談をしたときに、もうすぐに、 あの、こうしたらどうですかというような、返答、返答と言いますか。あの、アドバイスだとか、提案が来ましたので。あの、その産業医、保健師の方の、あの、その時の判断になってます。はい、ありがとうございます。佐々木さん、お願いしていいですか。すみません。もう一度質問お願いします <laughs>。 あのその業務、執務関係の改善のところをしたときに、産業の先生が、多分内閣系の先生だと思うんですけど、はい、専門のところに相談してジャッジされたか、自らその場でジャッジされたか、どう思いますかといういその紹介をしてくれた段階では、あのー、ご自身で0.1未満っていうのが何年も続いている、その状況をちゃんと見てもらった方がいいよということで、つないでもらったということですけど。 あ,ありがとう。あと、まあ、逆にそのクラスターうんぬんっていう時に、あの、産業医さんが来てって言った時は、多分産業医さんの判断でジャッジされたということで。はい。でいいですかね。そ,その都度、専門医に確認取ったとかじゃなしに。ういうことではないですと思います。わかりました。はい。ありがとう。脇井さん、それでいいですかね。<laughs> あのね、今のことってとってもあの、 大事なことがあって、その当事者、まあ、私もそうでしたけど、見えにくいと、でさっきも質問にはありましたが、コントラストをどれぐらいにしたらいいですかと言ったことに、それを的確に伝えられる、あの自分の見えにくさがこうなんだから、こうしてほしいというのは、まあ、本人が分かってないことが多いんですけど、えー、と今の和田さんにしてもね、佐々木さんにしても、多分そのあたりが十分伝えている。 ことができたたと思うんですね。それを聞いて、まあ、先ほどの眼科医の先生が、あ、こうしたらいいじゃないかという、その提案もしていただいて、押していただいて、提案書、提案を出していただいて、会社側も変わったということがとても大事かなと思って、で、まあ、さらにその専門家がいあの、実際にその自分が伝えにくい方もいると思うんですよね。その、見えにくいのはわかるんだけど、どうして欲しいか、どうしたらいいのか。そのあたりは専門家の立場でつないでいけると、とても良くなるかなと、ちょっと思いました。 はい、以上です。はい、ありがとうございます。まあ、自分の見え方ね、どうしたら見える云々っていうのを自分で伝えるっていうのはとても大事なことかと思います。えっ、ー、と、これで、えー、一部の3名の事例発表を終えますけども、えっ、ー、と、皆さんすいません、あのー、オンラインの方聞こえないと思いますが会場の方、盛大な拍手をお願いいたします。